桜井浩二は RKB 毎日放送アナウンサー。RKB 報道制作センターアナウンス部部長。アナウンススクール講師。静岡県浜松市出身。静岡県立浜松北高等学校から、成形大学経済学部経済学科を経て、1994年にアナウンサーとして、福井テレビへ入社。入社後に、目覚ましテレビの福井県内中継リポーターなどを、 任されていたが、1996年10月に RKB へ移籍した。RKB への移籍後は、テレビラジオを問わずスポーツアナウンサーとして活動。2014年10月30日の SMBC 日本シリーズ2014第5戦福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガース。テレビ中継では、ソフトバンクが日本シリーズを3年ぶりに制した瞬間を福岡や福岡。 ドームから全国に向けて実況した。その一方で、ラジオでは、同年3月31日から、平日の早朝に、生ワイド番組のメインパーソナリティを担当。2021年6月20日に、RKB エキサイトホークスで放送された福岡ソフトバンクホークス対北海道、日本ハムファイターズ戦での実況を最後に、プロ野球の担当を退いた。 RKB 社内の人事異動で、アナウンス部の副部長から部長へ昇進したことに、伴う措置だが、インサイトへの出演に限っては、部長職へ着任してからも継続している。アナウンサー志望なのでアナウンサーを多数輩出している、早稲田大学に最も行きたいと思い、早稲田大学小学部を受けたが、不合格になったと述べている。趣味は、ゴルフ釣り、長風呂、風呂掃除、カレーが好物。 3歳差の福井県大野市出身、女性と1996年頃に結婚。RKB と同じ JNBN、JRN 系列である CBC アナウンサーの夏目南は高校の後輩にあたる。スポーツ中継担当競技は野球、柔道、駅伝ほか、ラジオテレビほか、ありがとうございます。